バレーボールのネーションズリーグ女子一次リーグ福岡大会は11日に北九州市西日本総合展示場で開幕した。日本はこの日試合がなく12日の韓国戦に備えて試合会場で公開練習を行った。首相の古賀紗理奈はチームとしても個人としてもコンディションを整えて日本に入ってきている。明日クオリティの高いプレーをしたいと話した。 岡大会後の世界ランクでパリ五輪出場の可否が決まる。ここまで世界ランク1位のトルコ、アジア最上位枠を争う中国、南敵ドミニカ共和国などを破り6勝2敗。世界ランク同6位で五輪出場圏内につけている。小川あと4戦で出場権を取れるか入れないかが決まる。まずは明日最大集中してプレーしたい、と意気込んだ。 ここまで日本の得点源として牽引。第2週を終えて161得点を上げ得点ランク2位につけている。私のポジションはハイボール、高いトス、を打つ本数が多いので、そこで得点を取ることに一番フォーカスしている。今週もハイボールを決めきりたい、と自信をに